なるほど、経緯は把握した。君が電脳空間からログアウトして出現したという新宿のあの場所は、エデンへログインした場所と同じか、あるいはその付近なのかな。では今こうして私と会話している君とはまた別の体がどこかに存在するわけだ。肉体から精神データが分離してしまい、個別の存在として現実世界に現れた。それとも何らかの理由で新宿に移動した肉体が壊れたデータの怪人のような姿に変化した。いずれにしろ奇妙奇烈な話ではあるが、目の前にまさしく摩訶不思議な姿をした君もいる。現段階では状況証拠による単純な推理しかできない。早速情報収集を進めよう。まずは君がエデンにログインした場所の現状を確認するのが定石だろう。君はどこでログインしたんだ。君は今どこにいる。電脳犯罪事件をはじめ多種多様な超常現象事件の解決に確かな実績を誇るクレム探偵事務所だ。君の身に起こった怪異的現象の謎を解明するのにこれほど楽しい場所はないだろう。そして君が腰掛けているのは依頼人用のソファー。何、依頼報酬の件ならば心配しなくていい。君の存在はすでに何よりの報酬なのだよ。大船に、そうだな、メアリー・セレスト号あたりに乗り込んだつもりでいなさい。さて話を戻すとしよう。君がどこでログインしたかだが、それよりも何よりも前に君の姿をどうにかしなければいけないな。その姿ではまともに外を歩くこともできない。それにとても不安定な状態に思える。じっくりと観察して確信したが、君はまさにデータの塊、デジタル体そのものだ。しかし君は私の声を聞き、ソファーに腰掛け会話している。現実世界の物理法則に従っている証拠だ。つまりリアル特性を持ったデジタル体、反電脳体と名付けるとしよう。君の体がデータで構成されているならば、見た目をどうにかすること自体はさほど難しくないだろう。適合するデータを取り込み修復すればいい。君は基本的にはエデン内で使用されているアバターと構造を同じくしているはず。クーロンの放置データの中にアバターパーツのデータが見つかれば上々なわけだが、問題はその状態でログインできるかどうかだな。ん？なんだ？テレビがどうかしたか？こっちよ、飛びなさい。
私の声が届いたようね。ようこそデジラボへ。ここはデジタルワールドとかすかに交わるデジモンたちの楽園。私はミカグラ・ミレイ。あなたにこの楽園を解放してあげる。知らないなら知らないで特に問題ないわ。今のところはね。時が来ればおのずと知ることになるはずだから。デジタルモンスターラボラトリタルラボでもモントリーでも略し方は自由だけど、私はデジラボをおすすめしているわ。私があなたを呼んだ。それは少し違うわ。あなたが私を呼んだ。あなたはデジモンと深く交わり始めている。その運命の交差に私は引き寄せられ、あなたを見つけた。つまり私はあなたに呼ばれたのよ。話はこれくらいにしましょう。まずはここがどういう場所か自分の目で確かめてみて。
無事に戻ってこれたじゃないか。当然の帰結、推測通りの結果だが、しかしよくよく現実離れした能力だ。物理法則に律儀に従っているのは物質生命体としての本能的な恐怖によるものかな。本当に興味深い。邪魔するよ、京ちゃん。相変わらず物音一つ立てませんね、おじさん。おっと、すまん、またやっちまったか。それとその呼び方もいい加減改めてもらえませんか。子供の頃の呼び名ですよ。人前ではさすがに気恥ずかしい。京ちゃんこそいい加減諦めてくれないかい。俺にとっちゃ京ちゃんは京ちゃんだよ。いくつになっても美人の凄腕探偵になってもな。それでいつからそこに、どこまで話を聞きました。今来たところだが、なんかまずい。ああ、先客がいたのか。すまんすまん。依頼話の最中だったのかな。いえ、この子は依頼人ではありますが、少し毛色の異なる存在でして。おお、では何者だい。紹介しておこう。こちらは又吉刑事。父の代からの付き合いでね、旧知の中で信頼をしている。電脳犯罪を専門に追う本庁好きのエリート部署の刑事だ。見かけによらずと思っただろう。ま、実際のところ見かけ通りのはみ出し者だ。出なきゃ探偵ってのはうさんくさい連中とつるんだりしないさ。おっと、失言失言。それで何か事件ですか。依頼でしたらどうぞソファーにかけてお持ちを。今美味しいコーヒーを入れて。いやいい、今日は依頼じゃない、コーヒーはいいよ。エデン症候群の件で少し気になる噂を耳にしてね。今日聞かせていただきましょうか。この子なら大丈夫ですよ、おじさん。実はエデンに絡む特殊な関係者です。それにある種のスペシャリストになりうる素質があります。話を聞かせておくべきでしょう。そうか、京ちゃんのお墨付きなら問題ない。話ってのはエデン症候群患者を隔離している例の特別病棟の噂だよ。おっと、未来の専門家さんにはエデン症候群の説明が必要かい。お願いします。エデン症候群ってのはエデンを利用中のユーザーが突然意識不明になり、そのまま目覚めなくなる奇病だ。年々患者数は増えているが、原因、治療法、症状、未だ多くが謎に包まれている。セントラル病院にはエデン症候群患者の専用病棟、特別病棟があって、そこでは研究および回復処置を行っているが、妙に情報統制が厳しくてな、患者の家族も立ち入れない秘密の隔離施設があるとか。神城のイメージダウンになるのを恐れて事実を隠蔽しているんじゃないかなんて噂もある。今回の件も噂の息を出ない類ではあるんだが、近くセントラル病院の背後が動き出しそうだ。背後、神城エンタープライズですね。ああ、セントラル病院は神城の息がかかっている。エデンネットワークの運営元である神城のな。
発症患者の増加、症状の重篤化傾向、それらが明らかになりつつある今、神代が黙っているはずがない。普段の病院で人の出入りが激しくなっている。特別病棟のセキュリティも強化されるらしい。これは何か。ようやくですね。ああ、やっとだ。やはりコーヒーを入れてきますよ。景気よく乾杯といきましょう。おっと、そろそろ署に戻らないと。悪いが、乾杯はまたの機会にしよう。じゃあ、またな。君、京ちゃんの入れたコーヒーには気をつけろ。特に色と固形物にはな。ほら、いつか京ちゃんのコーヒーを鑑識に回す日が来るんじゃないかと。そいつはシャレになんねえよな。聞いての通りだ。エデン症候群絡みの生きた情報は手に入りにくい。背後で神代の統制が行き届いているからな。そしてこれからさらにセキュリティは厳しくなる。エデンで異変が起き、異常な状態の君が現れた。タイミングを同じくして神代も動くという。これは偶然か否、必然だ。この上なく明白な論理だ。推理するまでもない。私はこれからセントラル病院へ向かう。セキュリティ強化の前に可能な限り情報を引き出す。君もぜひ同行してくれたまえ。君の状態に関する情報も得られるかもしれない。求めよ、さらば与えられん。叩けよ、さらば開かれん。いや、君の場合開けごまが適当か。
どうしてあなたが？ここは関係者以外立ち入り禁止のはずです。入り口は一つ、警備員が厳しくチェックしている。どうやって入ったの？警備員に何かした？一体何者なの？質問を質問で返さないでください。さあ答えて。ひょっとしてクレミ？そうですか。いえ、何でもありません。エデン症候群について調べに来たんですね。何か聞きたいことはありますか？質問があれば答え、誤解しないでください。痛くもない腹を探られたくない。潔白を証明しておきたいだけです。私は神城に世話になっている人間ですから、少しくらいならあなたの疑問に答えられると思います。この患者ですか？最近運ばれてきた患者ですね。数日前にはいなかった。何か気になる点でも？え？この人はあなたに似てませんか？ひょっとしてご兄弟とか？そうですか。でも他人の空似にしては。どうなるって見ての通りです。エデン症候群の患者は皆一様に昏睡状態になる。それ以外の症状は聞いたことありません。違った症状の人を知っているんですか？治った人がいたと聞いたことはありません。私が知っている人で最も長くて8年眠り続けています。でもきっと大丈夫です。いつかきっと目を覚まします。待つしかないんです。今は誤解です。間違いです。神城もエデン症候群を治療したいんです。そのためにこうして特別治療室だって用意した。専門医たちが治療法をずっと研究し続けています。エデンのせいで誰かが不幸になるなんてあっちゃダメなんです。なんとかしなきゃいけないんです。私が。会話の弾んでいるところを邪魔してすまないが、招かれざる客の登場だ。こんにちは、ケビンさん。お仕事お疲れ様。ああ、今日もいい男ね。リエさん、今日は来ないはずなのに。ケビンさんのたくましい大胸筋、リエ見てるだけでドキドキしてきちゃう。あー、我慢できない。つつつ。岸辺様、仕事中ですので。あん、お堅いのね。岸辺リー、背後にお出まし。神城の上役が何をしに来たのか気になるが、必要な情報は手に入れた。長いは無用。
そこを出なさい。おっと、私の方にも来客だ。ではロビーで落ち合おう。慌てず騒がずな。隠れて、早く。会社のリストにはなかったと思いますが。ちょっとねえ、大好きなゆうこちゃんの顔が突然見たくなっちゃったんだな。私が一人でいるのが心配なんですか。なんかディエチャーセンサーがビビビッときたのよ。ゆうこちゃんが暗い顔してるんじゃないかなって。ほら、つらいでしょ、いろいろ。別に強がっててもお姉さんには分かっちゃうんだな。かな。いえ、別に何も。ピクニック的な。はい。あ、いえ違います。そのまま。ゆうこちゃん、なんか変じゃない。私たちの他に誰かいたりして、ひょっとして彼氏とか。そんなこと。それとも彼女さんかしら。ちょっと探してみたりして、あそこの部屋とか。やらしいじゃなくて、あやしい。ほら、観念して出ていらっしゃい、ゆうこちゃんズラバーさん。このリエお姉さまがゆうこちゃんの保護者として責任を持って、手取り足取り腰取り、大人の階段をホップステップジャンプ。なんだ、誰もいないじゃない。でもゆうこちゃん、別に構わないのよ。彼氏の一人や二人や三出すくらい連れ込んでも。私なんてゆうこちゃんくらいの時にはうふふ。それじゃ本命の彼の様子覗きに行こっか。私たちが揃って顔を見せたらきっと喜ぶんじゃないかな。はい。あの人どこへ。
自分の体を外から見る衝撃の大きさは想像に難くない。体外離脱現象の一種と考えれば解決法もありそうだが、君はエデン症候群の未知なる症状の発症者、イレギュラーな被害者なのだろう。それが分かっただけでも成果はまずまずとしておこう。調査は焦ってはいけない、慌ててもいけない、急ぎすぎても急がせすぎてもいけない。ただひたすらに粘り強く、鉄頭鉄尾、堅固な黒金のごとき忍耐力で当たれ。父の言葉だ。さて本題だが、君はこれからどうするつもりかな。元の体に戻りたくはないか。君の身に何が起きたのか真相を知りたくはないか。では決まりだな。私の助手としてここで働きたまえ。依頼にはエデンや電脳犯罪に関連した事件を追い、仕事をこなしていくうちに手がかりもつかめるだろう。安心しなさい、君の素質は私が保証する。ついでに当面の衣食住もね。君の能力は電脳絡みの事件の調査にこれ以上のない適性を示している。期待しているよ。よし、契約成立だな。君はたった今から私の助手兼サイバースルースだ。うん、ソファーにかけて待っていたまえ。コーヒーを入れてこよう。我々の前途を祝して乾杯。海ぶどう粒あんコーヒー、私の自信作だ。見かけも芸術的だが、味も方向もまた格別だぞ。では電脳探偵誕生を祝して乾杯。